はい、ワドツシャドーボクシング枠です。楽しんでいってください。8ラウンドやろうと思ってます。今日も頭痛いんで軽めに流します。おい猫、あ、ごめんね、猫1じゃねえわ。とんでもない、とんでもないです。むしろ見てくれて嬉しいですよ、僕は。ありがとう、連日見てくれて本当に感謝してます。おかずレーザーさん、軽くがいいね。そうだね、軽くにしましょう。でもランニングして頭痛取れたのは良かったですね、本当に。ポンタさん、痩せましたね。痩せてないよ、体重2キロ増えたよ。体重は2キロ増えました。痩せてないっす、ポンタさん。増量してます、今。了解です。
お疲れ様です。楽しんでてください。おかずレーザー、トレさん来た。コーチ来たね。了解です。ルッキーさんワンツーの間隔もっと短く。オッケーオッケープパパン、パパン、オッケー。パパン。ルッキーさんワンツーじゃない。パパン。おかずレーザー、3アゴずっと引けてたよ。
よ、頑張れ。頑張れよ、ありがとう。パパン、グローブ重せえな、16オンス。右肘を右の胸の上、ストレートを出した時、どんな時、ガードの時かな、構え、右の胸の上に置く、
通常の構え。巻き締めて。気を締めて右の胸の前に置く感じ。なるほど。こういう感じかな。こういう感じ？ルッキーさん右の脇にタオル挟む感じ。ああなるほど。こういう感じか。どう？こうか。こういう感じ？なるほど、それは分かりやすいね。タオルを挟むと、イメージつきやすかったわ今の。合ってる？これで。ルッキーさんストレートそこから出す。オッケー。和骨。柔らかくっていうのは重心を落とす感じなんですか？膝が柔らかいっていう言葉がよくわかんないんですけど、前に出るってことですか？膝が。
それでも重心のこの縦の動きのクッションってことなんですか、柔らかいっていうのは。右膝が柔らかいのイメージが、かがむってこと。ルッキーさん体の回転使えてない。背骨を抜いたイメージ。そうすると俺前かがみになっちゃうんだよね。前やってたの姿勢がすごい悪くてこんな感じだったんだよ。それを正中線整えてる感じなんだけど。腹筋さん肩幅に足開いて、前本さん正直青山に腹筋と体幹弱いからパンチに引っ張られて流れちゃう。どれの深夜食堂さんまだ腹筋と体幹弱いからパンチに引っ張られて流れちゃう、なるほど。下半身が弱いんだ。今4ラウンドっすね。なるほど。膝を柔らかくかよくわかんないんだな。テネシーさん、出るチャンピンは余裕で勝てると言っていました。俺は余裕ないっす。だから練習します。相手のことなんか全然気にしてません。左膝を曲げる。うん、打つときですか。ジャブっすか、ストレートっすか。
今何ラウンドだ。今5か。どれの深夜食堂か。右腰と右肩が回ってないよ。回ってない。参ったな。コメントが見えないんだよね。ルッキーさん腰回して。これ肘いて。ルッキーさんも5号上がりすぎ。もご。ルッキーさん右肩。右肩。肩を上げるってどういうこと？肩上げてないよ俺。なんか当たっても倒れそうなイメージはない。顎の位置ここだよ。
キット組さん爆笑。
頭痛い。ごめん、練習の邪魔だからヌッキー消えて。ストレス溜まる。申し訳ないけど、集中できない。4月からだね。
こんばんは。おー、リカちゃん。久しぶり。元気？リカちゃんか。元気？お、のんたんだ。のんたんいらっしゃい。ゆかさんウェブ構築、私の手術の間便所さんやるみたい。あ、そうなんだ。隣の山田氏さんとシンクさん、顎に軟式ぐらいのボール挟んでジャブの練習した方が良いですよ。あ、イライラすんな。たまいてしよう。のんたんアットマークかずみちの嫁さんウェブ構築って何？ルカさんはあの便所太郎さんのあのウェブ担当なのよ、今回の捨て頃の。その話で。ホームページ作るってことよ。ルカさんがホームページ作る担当だったんだけど、手術で作れなくなったってことでしょ。頭痛え、マジで。ストレスだな、これ。マジか。あ、ガンなの？ゆかさん、ありがとうございます。頑張って、俺も頑張るから。たまいてます。のんたんアットマークかずみちの嫁さん、季節の変わり目だからね。いや、すげえ頭いてんだよ。もうイライラするし。ゆかさん、乳がん。乳がんか。気持ちね、気持ち。負けないで。ハートで負けないで。ありがとう。ゆかさん、ありがとうございます。
の。ありがとう、数千百個ありがとう。おやすみ、ゆっくり休んで。エビセンさん、ゆっくり休んでください。おやすみなさい。明日も頑張ってください。
うるさい、消えろ。応援する気のねえやつなんかいらねえから。邪魔だよ、練習の。まだ慣れてないっすね、日厚さん。3倍ぐらい体感遅いっすね。あと芯がブレるんすよ、重たくて。狙ったところにパンチがいかなくて、ドレさんと練習した時にもうポスポス外れるんですよ。芯に当たってないっていうか、ドンって感触がなくて悔しいっすね、ほんとストレス溜まります。慣れてないっす、まだ。あんなんじゃいくら当たっても倒れないですね、相手は。初コメありがとうございます。今何ラウンドやってんだろう。そうだね、サンドバッグやりたいね。マジっすか。自分では実感ないっすね。当ててないんで、シャドウなんで。まだまだ鍛錬が必要だと思ってます。悔しいっすね、歯がゆいっす。Thank you.
お疲れっすー。バカプレゼントありがとう。帰ってトークしましょうか。お疲れっすー。うん、のんたんお疲れ。のんたん来ない、寂しいよ。ゆっくり体休めてね、のんたん。会えるの楽しみにしてるから。のんたんアットマークかずみちの嫁さん、はい、ゆっくり寝るんだよ、ご飯食べて。寝る？うん、寝て。俺帰ってもう少し雑談するわ。映像カクカクしてる？映像カクついてますか、皆さん。のんたんアットマークかずみちの嫁さん、ちょっとなんかね、バッテリーの残りパーセンテージが少なくなるとこうなっちゃうんだよね。やっぱりなってるか。たわしさんカクカクしてるよ。カクカクしてる？たわしさん申し訳ない。家着いたら充電さしたら治るから。いつも応援してくれてみんなありがとね。子さんいらっしゃい。ですね、6月の10日に便所太郎さんのイベントで、そう、あの格闘技の大会に出ます。6月の10日ですね。もしあれだったら便所太郎さんの枠でやるんで、6月10日見てください。先生じゃないよ。頑張れよ。
帰ろう。もしかしたら充電ないから突然ブツッと枠切れるかもしれませんが、家帰ったら雑談やるんで、もしよかったら見に来てください。入ります。おう、ハチ、お疲れ。なんだかんだ10ラウンドぐらいやっちゃったけど、今日はすげえイライラしたよ。まあ雑談、帰りの雑談、家での雑談で話すけどさ、すげえムカついた。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう